はい。えー、ご質問いただいたので回答していきたいと思います。質問内容をですね、ちょっと動画でいただいたんですけど、まとめると、決済完了後お客さんがスムーズにブログに戻れるようにしたいと。で、今、ちょっと検討してるのが、このベースでやろうとしてるみたいなこともちょっとおっしゃってたんですけども、要はまあ、ブログでまあ、詳細の方を書いて、でまあ、ベースに飛ばした場合、えー、こっちのブログの方にちょっとお客さんが戻りづらいじゃないかというような、 あ感じなんですけども、えっと、方法としては、まあ方法としては2つあるんじゃないかなと。方法としては2つですね。2つ。まず、まあベースで行くんであるならば、ベースで行くんだったらね、ベースで行く場合、一つ目。ベースで行く場合は、要は、あのこのリンク決済リンクをあの飛ばせばいいと思います。 外部ページに要は、今、これ、内部リンク、内部で、そのリンクになるので、これをクリックすると、このページの中で、内部で、このリンクに行くんですね。だから、まあ、ブログに戻ろうとすると、まあ、ブラウザーの戻るボタンをちょっと押さないといけなかったりとかするんですよ。なんだけど、この、これの、例えばこれがベースの決済リンクだとします。じゃあ、これを、ベースの決済リンクを、すみません、これだと仮定した場合、これの、 リンクを編集で、で、ここのリンクの設定で、リンクを新しいタブで開くみたいなのを設定できますので、で、ここで設定して更新すると、えー、どうなるかっていうと、このブログは開いたままですね。このブログは開いたまま、このリンクをクリックすると、新しいウィンドウタブに開くっていうことです。なんで、お客さんの状態としては、ここのウィンドウタブもあるし、まあ、こっちも、まあ、これがベースになるってことですね。 なんで、ま、ここのページが消えないってことですね。はい。これが、ま、一番、ま、すごい簡単じゃないかなと思いますね。で、二つ目ですね。ちょっとすいません。戻します。はい。これが、ま、一番、ここで簡単にその、なんだ、リンクの設定で新しいタブに開くかどうかっていうのは設定できますので、ここでやっていただくといいと思います。はい。で、もう一つの場合は、ちょっと僕の場合はストライプを使ってるので、 ま、ストライプですね。2二つ目。ストライプ。ストライプを、を導入した場合。まあ、ストライプはですね、えー、こういう決済システムですね。で、この決済システムと、まあ、ワードプレスのプラグイン。えー、この、このプラグインですね。これを紐づけると、まあ、ワードプレス内で、え、決済ができるようになります。このストライプを契約して、で、 えー、このワードプレスのこちらの僕が使っているプラグインこれなんですけどこれを入れると、まあ、ワードプレス内で決済ができますでまあ方法としてはまあすいませんこれを使うとどういうことができるかっていうとまあ、えー、このブログのワードプレスの方から、まあ、商品作成とかがこうできるんですねで今商品の方を作ってますでこのショートコードっていうのが、まあ、作るとねショートコードっていうのが発行されるんですけどこれちょっと解説していきますまず まあ商品の詳細ね。まあちょっと簡単にこう作るとするじゃないですか。で、まあここでまあ設定していくんですけども。で、設定が完了するとまあ更新してって、で、ショートコードは発行されます。で、このショートコードを使うと、例えば、まあこれ非公開、これ今非公開にしてます。もう販売終了したんで。で非公開にしてても、このショートコードは使えるので、例えばここにその、もうそのまま入れることができます。 じゃあ入れてみましょう。まあショートコーナーなんでね、適当で入れていただくという感じですね。で、そうするとどう見えるかっていうと、もうここの中にそのバーって入ってきて、ここに決済がもうできるってことですね。はい。要はここで、あの、先ほど、 ここで設定したやつを読み込んでくれるって感じですね。そのショートコードを 1, ショートコードを1個入れるだけで、えっ、ー、と、ここに設定してるやつをここで読み込んでくれるという結構便利な機能です。なんで、えー、まあ、いろんなページにね、ショートコードをこう組み込むことは可能です。はい。ちょっと消します。はい、ただこれはね、ストライプを契約して、えー、このプラグインを入れないといけないので、 まあちょっとこめんどくさい部分がありますので、まあ一番早いのは、一番早いのは先ほど言った通り、えっ、ー、と、ここのリンク先ですね、決済のリンク先ベースで行くんだったら、その外部リンクに飛ばすみたいな、まあタブに飛ばすみたいにしていただくといいんじゃないかなと思います。うん。はい。まあこんな感じですかね。はい。 ま、参考にしていただければなと思います。終わります。